大丈夫です。シャッター、シャッターじゃないです。シャッターじゃないです。シャッターじゃないです。東京もレベル4の非常に多い真っ赤になりました。今日、明日、明後日と3日間非常に多いです。西日本と九州を中心に、しっかり対策をしておかけください。では、予報していきましょう。北海道は日本海側を中心に雪が降り、ところどころで雨や雪が降りそうです。関東から西の太平洋側は広く晴れます。沖縄はすっきりしないお天気ですが、晴れ間は10度を超えますが、比較的体感的には低い。今日は16度です。週間予報西日本です。明日はお昼中心に青空が広がってお出かけがおすすめです。日曜日は曇り空、西から雨雲に変わるかもしれません。お出かけには傘があると安心です。東日本は雨とってやる。明日も雪や雨で降るところもありそうです。関東など太平洋側は明日も午前中まで青空。日曜日は太平洋側で曇りマーク。ただ雨の降るのは日曜日となりそうです。冬の魅力満載、木の高山がお送りします。岐阜県は晴れでしょう。レンちゃん行くよ。いい天気だね。今脱走した。いや寝ろ出たから。すごい寒い。とりあえずの前。やめよう、調子乗っちゃだじゃん。あ、麦ちゃんが、麦ちゃんが来た。ゆりちゃんが。はい、どうぞ。行ってよ。ここの水を結構たくさん飲んでくれてます。なんでポンポン痛いんか。いいね。いいお家だね。電車ピッ。麦ちゃん、ひな祭りやで。俺のすごいさ、大体我慢しとって。うんち、いい形、うん、綺麗、太いし、やっぱオリーブオイルやね。なんか、うん、これ見て、ようさんしたな。使うよ。わ、ツヤツヤ。うん、うんち、これミスったやけど、これいいの、いいの、いいのよ、大ちゃん。あんまり嬉しくはないけど。いいよ、いいよ、してくれただけで嬉しいわ。な、麦ちゃん喜んでるよ。ねえ。
やっててベイちゃん苦しがっとったもんな。なんなんって泣いとったもんな。はい、そうそうした後は綺麗にします。うちではこれを使ってます。こんなの使ってます。100均です。その後匂いを消す。もうこれを繰り返さないしょうない。はい、お雛祭りです。ちらし寿司食べます。はい、絶景話にゃーこちゃんたちも。なーちゃんのおしっこ偉いもんな。おしっこちゃんとするんだな。シャーッと落としてます。向きが逆ですがいいんです。いいの。もうちょっとだから話してやらなあかんねん、うん、頭入っちゃう。麦ちゃんは、麦ちゃんちゃん、大ちゃんはトイレでうんちもしたいんです。ほんとでも何らかの理由でトイレでうんちできないです。大ちゃん、サーモン、大ちゃん、サーモンやでこれ。サーモン今日はおひな祭りだから特別バージョン。麦ちゃん、サーモンやで。特別バージョンだよ。あれ麦ちゃん、サーモンだぞ。サーモンだよ、おいで。早く向かい。あれ？またやってもらう。またやってもらう。またやってもらう。無関心です。あれ？おかしいな。飛んでくるはずやってみれば。飛んでくるはずやってみれば。はい、大ちゃん。サーモンだよ。おいしいよ。食べる？食べる？食べへん。え？どうじゃ？むいちゃん、むいちゃん、どうした？もういいわ、いただこう。え、このまま？何いるの？取り皿とかないわけ？ない。よし、このまま。いただきます。いただきます。はい、お疲れでした。え、お母ちゃん、ワイン？うん。いただきます。猫たちが恩返しをしてくれたのかも。この子たちと牧場を立て直そう。再び前を向いた皆さん、その後ブログで猫たちの日常を紹介すると大反響が。可愛い姿にファンがつき、1日最高1600件ものアクセスがあったことも。昨年のゴールデンウィークには1日におよそ2500人ものお客さんが。そこで皆さんは猫専用の小屋まで用意。なえちゃんも食べた。なえちゃんも食べた。なえちゃんも食べてる。新たに黒豆も食べる。食べる食べる。牧場のアイドルとなった猫たち。今ではこの子たちのことを皆さんは。お互いに牧場のお客さんを増やす同士というか仲間だと思ってますね。そんなユラさんと猫たちにはこんな楽しみも。卓球を始めるとさらに他の猫も続々。大ちゃん手入れ、大ちゃん手入れました。大豆くん生後2ヶ月、食べることが大好きなんですが、ご飯の時一言。大ちゃん、僕テレビに出ました。サインの練習しようと思ってます。待たせてください。ベタベタダメです。考える必要なんてありません。僕有名人です。サイン考えます。調子に乗るなよ。お前トイレに運気せえや。調子に乗るなよ。お父ちゃんもな、テレビぐらい出たことあるんじゃ。いつもそんな毎日を繰り返して、テレビジョッキいつも死にたいと思いました。テレビジョッキじゃないよ。むいちゃん大丈夫。
お前調子に乗るんじゃねえよ。テレビぐらいになんで。何無理だ何。ね、どうした？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 何何何何何何どうしてほしいか言って、むぎちゃんどうしてほしいか言って、開けてどうしてほしいか言って、はい、どうしてほしいの、開けてほしいのか、開けてほしいのか、ええ、おやすみ。我が家で一番最初に出るのは、いつも小麦と決まってます。おやすみ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。